教授、期待しててください。こんな謎、イチコロです。この謎、私が解いてみせよう。これが謎解きの醍醐味だよ。ここが腕の見せ所です。やりました、教授。さあ、見ててごらん。すべての謎に答えがある。この謎、私が解いてみせよう。
これが謎解きの醍醐味だよ。教授、期待しててください。こんな謎、イチコロです。
私の実力見せてあげます。やりました、教授。実にいい謎だ。すべての謎に答えがある。さあ、見ててごらん。これが謎解きの醍醐味だよ。実にいい謎だ。すべての謎に答えがある。僕に解けるかな。やりました、レイトンさん。この謎、私が解いてみせよう。
これが謎解きの醍醐味だよ。さあ、見ててごらん。すべての謎に答えがある。この答えどうですか？簡単な謎でしたね。教授、期待しててください。こんな謎、イチコロです。ここが腕の見せ所です。やりました、教授。
くに解けるかな。やりました、レイトンさん。この謎、私が解いてみせよう。これが謎解きの醍醐味だよ。この答えどうですか？簡単な謎でしたね。実にいい謎だ。すべての謎に答えがある。さあ、見ててごらん。これが謎解きの醍醐味だよ。実にいい謎だ。すべての謎に答えがある。さあ、見ててごらん。これが謎解きの醍醐味だよ。この謎、私が解いてみせよう。すべての謎に答えがある。実にいい謎だ。これが謎解きの醍醐味だよ。
この謎、私が解いてみせよう。すべての謎に答えがある。さあ、見ててごらん。これが謎解きの醍醐味だよ。実にいい謎だ。すべての謎に答えがある。この謎、私が解いてみせよう。これが謎解きの醍醐味だよ。
見ててごらん。すべての謎に答えがある。実にいい謎だ。これが謎解きの醍醐味だよ。さあ、見ててごらん。すべての謎に答えがある。僕に解けるかな。やりました、レイトンさん。この答えどうですか？
簡単な謎でしたね。この謎、私が解いてみせよう。これが謎解きの醍醐味だよ。
教授、期待しててください。こんな謎、イチコロです。私の実力、見せてあげます。やりました、教授。ここが腕の見せ所です。こんな謎、イチコロです。教授、期待しててください。やりました、教授。ここが腕の見せ所です。こんな謎、イチコロです。私の実力、見せてあげます。やりました、教授。ここが腕の見せ所です。こんな謎、イチコロです。
見ててごらん。すべての謎に答えがある。実にいい謎だ。これが謎解きの醍醐味だよ。この謎、私が解いてみせよう。すべての謎に答えがある。さあ、見ててごらん。これが謎解きの醍醐味だよ。私の実力、見せてあげます。やりました、教授。この謎、私が解いてみせよう。すべての謎に答えがある。実にいい謎だ。これが謎解きの醍醐味だよ。これで合ってるかな。やりました、レイトンさん。Thank you.
さあ、見ててごらん。すべての謎に答えがある。
ですか。簡単な謎でしたね。この謎、私が解いてみせよう。これが謎解きの醍醐味だよ。ここが腕の見せ所です。こんな謎、イチコロです。これで合ってるかな。やりました、レイトンさん。実にいい謎だ。すべての謎に答えがある。さあ、見ててごらん。これが謎解きの醍醐味だよ。この謎、私が解いてみせよう。すべての謎に答えがある。
さあ、見ててごらん。これが謎解きの醍醐味だよ。この謎、私が解いてみせよう。すべての謎に答えがある。さあ、見ててごらん。これが謎解きの醍醐味だよ。僕に解けるかな。簡単な謎でしたね。実にいい謎だ。すべての謎に答えがある。私の実力、見せてあげます。やりました、教授。この謎、私が解いてみせよう。これが謎解きの醍醐味だよ。これで合ってるかな。やりました、レイトンさん。さあ、見ててごらん。すべての謎に答えがある。この謎、私が解いてみせよう。これが謎解きの醍醐味だよ。実にいい謎だ。すべての謎に答えがある。この謎、私が解いてみせよう。これが謎解きの醍醐味だよ。実にいい謎だ。すべての謎に答えがある。僕に解けるかな。簡単な謎でしたね。この答えどうですか。やりました、レイトンさん。これで合ってるかな。簡単な謎でしたね。この謎、私が解いてみせよう。これが謎解きの醍醐味だよ。さあ、
見ててごらん。すべての謎に答えがある。実にいい謎だ。これが謎解きの醍醐味だよ。ここが腕の見せ所です。こんな謎イチコロです。教授、期待しててください。やりました、教授。この謎、私が解いてみせよう。すべての謎に答えがある。ここが腕の見せ所です。こんな謎イチコロです。教授、期待しててください。やりました、教授。さあ、見ててごらん。これが謎解きの醍醐味だよ。実にいい謎だ。すべての謎に答えがある。この謎、私が解いてみせよう。これが謎解きの醍醐味だよ。
私の実力見せてあげます。こんな謎イチコロです。教授、期待しててください。やりました、教授。ここが腕の見せ所です。こんな謎、イチコロです。僕に解けるかな。やりました、レイトンさん。私の実力見せてあげます。やりました、教授。教授、期待しててください。こんな謎、イチコロです。
実にいい謎だ。すべての謎に答えがある。この謎、私が解いてみせよう。これが謎解きの醍醐味だよ。私、病気をしているってだけで誰にも心を開かず閉じこもっていた。町の人たちに距離を置いていたのは私の方だったんだ。病気さえ治ればユラはまた心を開いて町の人たちとも仲良くやれる。ラグーシにもそれが分かっていた。ラグーシはユラを町に戻したがっていたんだ。人は人の中でしか生きられない。本当に一人ぼっちだったのはラグーシの方だったんだ。だからラグーシは君に言ったんだ。ありがとうって。私の方こそ。え？ありがとう。楽園には静かで爽やかな風が吹き抜けました。木々たちは祝っていたのかもしれません。違う生き物同士が心を通じ合わせた素晴らしいひとときを。そして一人の少女が強く成長したことを。終わりましたね、教授。それにしてもこれ大発見ですよね。いや、この場所のことは秘密さ。え？少なくともユラの病気が治るまではね。そんな、ちょっともったいないですね。こんな大発見を。ロンドンタイムズの一面は間違いなしですよ。そうだね。大丈夫だよレミ。世界にはまだまだたくさんの不思議が待っている。私はそれをもっと解明したいんだ、私が本当に解かねばならないとてつもなく大きな謎に近づくためにね。レイトン先生。ん？僕も一緒に連れて行ってください。僕は先生の弟子になります。君と
そろそろ行くぞ、ルーク。あ、うん。父さん、ちょっと待って。お別れだね。うん。楽しかったよ、いろいろ。僕も。それに私、ルークのおかげでこの町の本当の住人になれたみたい。ユラ、また会えるよね。うん、多分。ううん、きっと会えるよ。半年後、ユラの病気は無事に治りました。そして、何千年も保存された緑の楽園は、考古学上の大発見として、人々に知られるようになったのです。その謎を解き明かしたエルシャール・レイトンの名前とともに、今回も違っていたようだ。焦らず行きましょう、旦那様。別に焦ってなどいないさ。